ジャニーズのグループの名前。それちょっとせこくないですか。はい、やります。はい、やります。はい、はい、はい。あ、じゃあ人の名前ジャニーズ。そっちの方のグループ。あ、じゃあグループで変わったね。あ、グループですか。でもさ、少なくない。いきます。誰かに。はい、じゃあ改めから行く。いきます。ニュース、嵐、ジャニーズ WEST、 平成ジャンプ、カトゥーン、東京を、スマップ、キンキキッズ、キスマイ、ニュース、言った思ったんだ。言ったような気がする。あー、いい、思っちゃった。ということで、はい、1人目みゆさんの負けです。1回目はみゆさんの負けということで、ショックだ。変顔、あ、レアですね、みゆさんの変顔は。まだでも、まだですね。じゃあ2回戦目、頑張るぞ。お題は、よー、動物。おー、意外といけそう。じゃあ誰か行きますか、我こそはという方。あ、英語で。アニマルということで、じゃあ誰から行きますか。自信ないから負けた。負けたミユンからでいいんじゃない。だから待って、わかんない。きます。モンキー、エレファント、キャット、ドッグ、フラミンゴ、モース。モース？何？牛で？モースって何？牛っぽくないでも。何っぽいかなと。牛は飼うでしょ。飼う。モーだから。モーだったの。いや、本当に次言うのなかったから。あ、助かった。助かった。アスミンのおかげで。まだ疲れた。ありがとう。モースありがとう。初めて。
え、でも虫っぽかったわ、はい、なんか分かったわ言いたいことが分かった、だろ、うん、うん、これさ、3回戦で決まる？決まんなかった。じゃあ2回間違えるまでする。ああ、そうだね、そうしよう。じゃあせーので、3回戦目お題はよー、芸能人の名前。よー、芸能人、あ、フルネームね。フルネーム、フルネーム、ちょっと待って、これはいけるわ。え、待って、無理無理、全然そう言われるとさ思いつかなくない、じゃあ次、アスミからいく、せーの、音声ゲーム、はいはい、有田哲平、新田真剣佑、須田まさき、二宮和也、藤井流星、池田美優、増田隆久、待って、本当に出てこないんだけど、うわー、はい、ちなみに二宮和也じゃなくない？じゃないですよね。和也じゃないですよね。次で、次で水谷豊かって言おうと思ってたんです。大好きなの。大好き。水谷豊かって言おうと思ってたんです。いっぱいいるじゃん。石原さとみとか、北川景子。全然わかんない。新垣結衣とか。なんで出てこないんだろう。こういう時、世界的に出てこない。いや、水谷豊か言いたかった。取っといたわけで2回取っといただけど、みゆちゃんで止まっちゃったからということで、あれでもあれなんだけど、2回あれ、じゃあみゆちゃんのもう終わりなの、見たい変顔、じゃあ変顔やってからまた違うこと、うん、違うお題でやろう、はい、どうぞ。3連発キノコ、え、変顔ってどんなんだろう、じゃあいつもやってるな、振り向き変顔、三連発よ。三連発。じゃあ3、2、1やってあげて。え、三連発ってどういう感じですか。一、あ、一、二、三、二、一。見たいんだけど。かわいい。かわいい。タイムラグ。かわいいよ。恥ずかしい、別に白目、白目も白目うまいね、白目めっちゃうまいんですよ、白目うまい、白目めっちゃうまいんですよ、あ、キャチさんだ、みゆちゃんの変顔に期待、普通にホラーだった、ね、普通にホラーだった普通にホラーだったって言われてますけど大丈夫ですか、ゴーさん、ゴーさん、アスミンの変顔見たい、セルトホワイト、いや、したくないですね、変顔、はい、次の罰ゲームは、次の罰ゲームどうする、あ、カメラ目線で告白してください、うわー、そっちの方がやだ、そっちの方がやだ、わそっちの方がやだ、やだ、これってもしかして2連発で負けるってこともありですか、うん、え、それ今リセットでリセットします、おお、いや、ちょっと緊張してきた、え、次も同じですか、山手宣言です、お題考えてください、山の写真ゲームのお題、ケールちゃんの変顔が見たい、私別に変顔するよね、全然するいいよ、いいですか、せーので、ね、じゃあリセットして第2ラウンドで1回戦目いきます、お題はよー、漫画の題名、え、待って、ない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 、アニメでもいいよ、アニメ全くわからないけど、きた、終わったわ、じゃあアニメよ、アニメ、あ、それわかるね、アニメよ、アニメ、漫画アニメ、本当にさ、漫画もアニメも本当に見ない、じゃあみゆちゃんからいく、うん、全然、マジで、うん、え、なんか受けたい人は、いいよ、いいよ、いいよ、はい、大丈夫、はい、みんなヒントくださいって言っとけば、ヒントください、コメント打っといてください、ヒントください、助けてください、私を待ってみゆちゃん押すのやめます、ちょっと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 、どういうこと、大江さんそんなこと言わないで、誰かなんかやっといてください、ね、きっとだってさ、これでもさ、コメント来てもさ、誰かが言ったら終わりだよ、それはもう確かに、早く早く行こうやろうよ、行きます、よっしゃ、行きます、ドラゴンボール、評価、お前、お前で振り返る、
くまたんこけし隊の方に助けられました。私はあ、進撃の巨人になかった。くまたんさん、くまたんさん、こけし隊、はい、結構でも思い浮かんでました。ハイキュー、あー、確かに言われるとさ、だってさ、そう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 、オレンジとかだってさ、元は漫画だしね。テンパル、マジでテンパル。次考えたら全然いけるのに、うん、じゃあなんかこの、これがもう心臓をせかされる、せかされる。もうゆっくりやるから。あ、黒子のバスケ、あー、あれもあるよね。いや、あの日見た絶対違うんだ。花の名前、僕たちはまだあの日見た花の名前もあの花、あの花って言うの、ナルト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 、スラムダンク、稲妻イレブンめっちゃ見てました。あのゲームコンプリートした、大好きだった。あ、ジバニャン出てくるやつかね、妖怪ウォッチ、ニセ恋、ニセ恋、ニセ恋マジ好き、ニセ恋漫画読んでます、大好き、ニセ恋、一条くん、一条くん、ダンボール裁判ということで、ダンボール1ポイント獲得しました。アスミの告白へ一歩近づきましたということで、アスミセットだもんね。2ラウンド2回戦目いきますか。はい、いいですか、準備は、せーので、お題はよー、フルーツの名前。おー、え、意外とないくない、いけそう、いけそう、ヒントあるぞ、あるぞ、ヒントだいぶある。ない。もう人参とか書いてる。ここが一番ずるいよね。フルーツだもんだって。ガッツリ。お人参。じゃあ行きましょう。ということで、行きます。どこから？アスミから。はい。せーの、B は。なん？B は。せーの、B は。いちご、みかん、桃、かき、レモン、りんご、ぶどう、クランベリー、バナナ、ブルーベリー、マスカット、ラズベリー、ドラゴンフルーツ、ぶどう、レモン、あれ？言った、言った、言った、レモン言った、レモン言った、ぶどうも言ったよ、ぶどうも言った、やったー、全然なんか周り聞いてないもん、ぶどうならなよ、言った、何やる、何やる、ラズベリー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 、ブルーベリー、ラズベリー、ラズベリー、つらー、まだあるよ、ね、いっぱいあるよね。マンゴー好きなんだけど、マンゴー、マンゴーメロン、あ、メロン、スイカ、スイカは最悪、パイナップルもだ、あとなんかあるかな、ドリアン、ドリアン、ドリアン、何それ、ドリアン、後ろ、トゲトゲの臭いやつ、フルーツ食べたことないかも、フルーツ、それなんか王様じゃない、王様じゃない、アボカドじゃないの、王子だわね、あ、野菜の、野菜のお肉か、アボカド、なんでお肉って、え、森のバターでしょ、森のバターが野菜のお肉、わかんない、野菜のお肉、野菜のお肉、なんか野菜、あ、でもないです、すいません、私が間違えた、ということで1ポイント、1ポイントということで、はい、来ました、やばい、楽しいです、ね、やばい、分かれると楽しいです、楽しいな、じゃあ次行きます、はい、行きますか、じゃあ第3回戦目、お題はよー、無茶振りしていい、はい、ハーフにありそうな名前、まあ、みんながいやそれはねえだろってのはアウト、むずっ、ハーフにありそうな名前いるじゃん、いい見本が、アレンナミとかいるやん、え、じゃあカタカナと日本語みたいな、え、そんな長い名前言わないといけないんですか、何でもいいよ、え、逆にあったらダメなんですか、え、あるフルネームね、え、佐々木ナミアレンみたいな、え、無理だって無理だってハーフにありそうな名前だから、これ知ってる人のハーフの名前言っちゃいそうで怖い、田中エリカとかいそうじゃない、あー、いそう、カタカナ系に、でもケイエルもいそうじゃないですか、うん、いいじゃん、佐藤ケイエルどこの、どこの
ほらみんなすごい。誰か誰かみんなカタカナの名前を送ってください。お願いします。面白いのとかないかな。ありそうだな。面白いのやって。面白いのやって。マイケル。オッケーオッケー、分かった。了解了解。ケイルさん、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 マイケル。しかもケイルさん、めっちゃ頑張る。ケイルさん服の背景動画してる。じわったんだけど。じわった。マジでよ。今気づいた。マジじわったんだけど。やばいんだけど。やばい。じわる。ございま。ございま。ございま。いいね、はい、行くよ。あ、いける気がする。これこれ見ていこう。ハルタムから行きましょう。あ、そうだった。待って待って。はい、行きます。せーの。田中ローサ、斉藤エヴァ、山本ダリア、山田ルーシー。え、待って、佐藤ダニエル。ミュージック、ミュージック、ミュージック、はい、続けてください。はい、せーの。石田マイケル、竹本ルーシー、川本アリス、鈴木カロス。大丈夫？やばくない？今大丈夫？沢田エマ、危ない。あ、え、見えた。自爆？自己申請型で、でも誰も気づいてなかったけど、必死だった。マジ必死だった。頭が。そう。じゃあ自己申請型でみゆちゃんが1ポイント。いや、1、1、1ってこと。私強くない？強い。マジ強い。うわ。え、ま、なんか本当は思いつくよ、マジで。次負けたら2点にしようよ。あ、そうだね。最後、ラスト。振ってんな。振ってんな。持ってくよ、あっちに。やだよ、やだよ。持ってこ。難しい。意外と難しい。あ、やばいな。いや、じゃあ最後は負けたら今1ポイント1ポイント1ポイント0ポイントということなので、負けたら2ポイントらしいです、どうやら。はい。納得いってないんですけど、どうやら2ポイントらしいので。じゃあ最後やっていきますか。やりますか。はい、どうしよう。緊張する。え、これで最後ですか。これで終わりですから。じゃあこれが最後ということで、ね、いいですか。はい、お題はよ、花の名前。うわ、むずいぞ。花の名前、花の名前ください。みんな、みんな花の名前を。やばいぞ、ないぞ。意外とさ、わかん、知ってるんだけどさ。あ、来た来た。マリーゴールド、コスモス。はい、早く始めよう。さ、全然さ、いいんから。はい、いきます。ラベンダー、コスモス、マリーゴールド、桜、バラ、ローズマリー、ひまわり、チューリップ、期待ですね、これは。
手ですか？カメラが男、カメラが男、そうそうそう、相手。え、どうなったんだっけ？帰り際でしょ？帰り際でちょっと忘れました。そうそう、で、いて、うん、で、もうカメラが2人きり男の人で、もうチャンスは今しかない思いを伝えて一緒に帰ろうみたいな。オッケーもらうってことね。あ、うん、そうそう、オッケーもらって、あ、ってなってデザイン一緒に帰ろうみたいな感じで終わり。オッケーオッケーです。よし、よっしゃー、スリスリ行くわ。もうわかんない、こういうの本当に。そうスリスリ行かない。行きます、燃えさせて。あ、そういえばさ、そういえばさ、前から言おうと思ってたの、好きなんだよね。付き合ってくれませんか？いいよ。ちょっと待って、どこからしゃべるんですか？あ、待って、止まった止まった。どこで止まった？ねえ、めっちゃ出てくる。あ、待って、携帯がさ、胸キュンで。ちょ、もう一回もう一回。胸キュンフリーズ、胸キュンフリーズ。胸キュンしすぎて止まっちゃった。そうそう、みんないいね押しすぎたんだって。いやだ、止まったって言ってる。胸キュンフリーズしちゃったみたいなので、みゆちゃんもう一回やっていただいてもよろしいでしょうか？ね、どこから行ったの？いや、もう最初からもう一回やったら大丈夫なんだけど。ちょっと待って、絶対美味しくないし。どうしよう、止まっちゃう。まずだ、今日超ハスキーだしな。燃える。行きます。あ、あのさ、前から言おうと思ってたんだけど、好きなんだよね。付き合ってほしいんだけどさ、もし OK だったら一緒に帰んない？うん、帰ろ。レベルみゆちゃんファンにはたまりません。みゆちゃん顔パンパンなんですよ。帰らせねえよって言う。OK、 どこまででも。どこまででも恥ずかしすぎる。おう、ありがとう。おー、いいですね。いやー、心が潤いました。乾いた心が。ちょっとキュンキュンした。ダメージが大きい。ダメージ食らった。ということで、この前にランキングを読んでいきたいと思います。はい、3位ヤギさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位がノブヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位がミーナさんかな、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、たくさんありがとうございます。お疲れ様さん。ということで、そろそろ終わりますけど大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？ということで、今回も見てくださった方ありがとうございました。随時こうやって予定立てたり、ゲリラとかでも配信してるので、ミスコンのフォローの方をお忘れなくよろしくお願いいたします。あと、このあと7時から、ニコ生配信というもの、私たち生配信で、まあ、この格好からねちょっとわかるかなと思うんですけれども、ある企画をやろうと思っていますので、絶対面白いので、よかったら7時からアプリを入れてニコ生配信見に来てください。ということで、今日も見てくださった方本当にありがとうございました。ありがとうございます。